はい、それでは、第2部セミナーを開催したいと思います。大島と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、Twitter と Facebook を使って、まあ、一体どういうふうに集客していくのかっていう部分で、初めにちょっと全体像をお話しさせていただきたいと思います。で、Facebook がありまして、Twitter があります。で、そもそものビジネスの流れとしまして、まず集客があります。集客がありまして、教育、まあ信頼関係ですね。新しくないです。信じる、信じる。前回アメブロでね、参加していただいた方はちょっと分かっていただけてるかなと思いますけども、ビジネスの基本はこれですね。集客をして、教育、信頼関係を作って、まあ、セールスをする、これがあの流れですね。でよく SNS で直接リンクを送ってくるっていう人はここをすっ飛ばしてるっていう人ですね。でここいきなりセールスしちゃうんで嫌がられてしまうし、制約もしないっていう感じです。なんで基本的にはこれをネット上で SNS 上でやるっていうだけです。でこれはリアルでも同じで、まあ、何かしらで集客をして、で、まあ、実際に会ってお話をしてコミュニケーションを取ってセールスするわけじゃないですか。これはリアルでも SNS でもネット上でも全部同じです。なんでこれをまあ置き換えましょうっていう話なんですけども、まあ、Facebook、Twitter だけだとやっぱりね、信頼関係が薄い状態です。まだなので、ベストです。今から話すのは、まあ、ベストです。できればこれをやってほしい、最終的にはっていう部分で、Twitter でまあ集客しますね。ここ、まあ、ユーザーがこうやって出てきてます。ユーザーがいます。で、このユーザーたちをこう教育したいわけですね。これまだ集客してるだけの段階です。Twitter とか Facebook でメッセージやり取りしたり、フォローを増やしたりっていうのは、まず集客をしてる段階ですね。この段階です。で、この段階では、いきなりセールスっていうのは、なかなか難しい部分があります。まあ、難しくはないですけども、若干弱めです。これはまあ、ここができてないからですね。この教育、信頼関係ができていないから、まあ、直接売ることは、これは高額になればなるほど難しいですね。高額になればなるほど教育とか信頼関係が必要になってきます。なので、まあ、ここで直接ね、例えば Facebook で、まあ、直接メッセージをして、そのままセールスをする。としてもメッセージっていうところが、まあ、この教育っていうところになってるわけですね。でもただメッセージしてるだけですからまだちょっと弱いですよね、力としては。なので、ベストは一回アメブロとかホームページに持っていって、もっと信頼関係を築く。でもっと信頼関係を築くのって、ここからさらにメルマガとか、LINE とかで、まあ、情報発信をしていって、それを毎回毎回見てもらって、ここでもう教育をするっていうのが、まあ、一般的に今のインターネットマーケティングの最強の部分ですね。これが一番最初に教育ができると思います。メルマガの下なんて書いてますか？あ、LINE ですね。あ、LINE ですか。LINE。前まで言った LINE アットですかね。で、これは、まあ、なぜ、LINE アット、メルマガが一番教育としてはいいのかっていうと、まあ、こっちから一方的な情報発信ではありますけども、相手にとっては、もう毎回こう送られてくるわけなので、影響力が強いですね。なんか友達になったような感覚、信頼関係が謎に生まれてしまうっていうような感じです。なんか何かの法則ってありましたけども、こう会えば会うほど信頼関係が上がるっていうのなんかあるじゃないですか、その心理学的なやつ、まあ、それにほとんど近くなります。これをやると
一気に信頼関係がありますので、ベストは、Twitter とか Facebook から、メインのところに持ってって、さらに教育していくって、ここでセールスが、まあ、ベストではあります。ただですね、アメブロフェイス、アメブロホームページっていうのは、まあ、結構手間がかかりますし、ちょっとしたライティングも必要ですし、お問い合わせフォームなどもつけなければいけません。そうすると、まあ、初心者にはちょっと手間がかかりすぎるかなっていう部分もあります。協力だからこそ難しい。これはね、ほとんどいろいろなものでもそうですけども、簡単であればあるほど威力は弱いですし、面倒くさいことであればあるほど威力が高い。これはネットじゃなかったとしてもほとんどの場合で同じだと思います。なので、これがベストですけども、今日は Twitter、Facebook だけで、集客、教育、セールスをやっていくと。で、流れとしては Facebook だとしたら、まあ、友達申請だったり、そして、まず集客っていうところをしてきますよね。友達申請とかをして集客で、次にメッセージのやり取りをして、教育、信頼関係を築くと。で、そこでカフェ会のご案内、セールスっていう流れになります。なのでこれが最強だけど、 Facebook だけでやもできます。それを置き換えるとこういう感じになるということですね。友達申請とかをして、アクセスを図る、これはもう集客ってことです。で、次メッセージのやり取りをする、これは、教育ですね。信頼関係を結ぶため、これはいろいろやり取りして、相手の職業を聞いたりとか、ビジネス今してるかどうかとか聞いたりとか、あとはよくカフェするんですかとか、まあそれは言い過ぎかもしれないですけど、普段どんなことしてるんですかとか、お仕事何してるんですかとか、副業やってますかとか、あとはなんかね、好きな食べ物ありますかとか、そういうのを聞いてメッセージしてるだけで、まあ信頼感は得られますので、そこで、まあ高額の商品も売れますけど、今回は500円というね、カフェ会のご案内をするわけですね。まあ、500円ぐらいだったらめっちゃやりやすいかなとすごく思います。で、まあね、カフェ会の、LP とか もありますから、それを見せてもいいと思いますし、まあ、普通にね、手動でこうやってやってもいいと思います。で、では今回はこの最強パターンではなくて、誰でも簡単にできる Twitter と Facebook 完結のこのセールスファネルですよね。まあ、これセールスファネルっていうんですけど、まあ、こういう流れをここ単体でやっていく。で、ここでも Twitter でもなんです。Twitter でもここ単体でやっていくっていう方法を今日はお話ししていきます。ここまではですね、ちょっと講義っぽい感じでやっていきましたけども、今からは、ちょっとね、実際にやってみてもらったり、自分のね、強みだったりっていうのを明確にしてもらってもらいたいなと思います。まずちょっとですね、新しくいらっしゃった2名の方、はい、はい、2名の方のアカウントの確認をしたいんですけども、はい、Facebook とTwitter のメールアドレスと、まあ、もしくは電話番号、あとはパスワードですね。これを把握してるかどうかっていうところをちょっと今一度確認してほしいですね。はい、Facebook と Twitter 両方とも。これはなぜかというと、一応これからね、SNS をビジネスとして使っていくわけですから、たまにですね、アカウント停止とか規制とか食らってしまう場合もあると思います。
なのでその時に、再ログインしてくださいとかパスワードを入れてくださいってなると思いますんで、これは必ず保存しておいてほしいです。そうしないとね、せっかく作ったのに台無しになってしまう場合もありますんで、現状も把握できてる。できてます。あ、できてます。はい、あ、はい、分かった。土屋の方はできてますか。あ、はい、できてると思います。ちょっと待って、Facebook のアドレスがね。そうしましたら、これをですね、まあ、Excel とかにいろいろと管理、忘れないようにしておいてください。お二人はですね、現状の Facebook を使うことできますか。はい、できます。ビジネスにしちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です、はい、大丈夫ですか。はい、わかりました。ですね、特に、まあ、多いのが、現状のアカウントだと家族とかも友達とかもいるから、ちょっとビジネスチックスの方がきついっていう方もいらっしゃるので、はい、それをまあ確認まずしないと結構いけなくて、基本は今使ったやつを使った方が効率がいいので、なるべくそっちでやってほしいんですけども、もし結構ヤバそうでしたら新しいアカウントを作るっていう方法もありますけども、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、わかりました。大丈夫です。それではですね、Facebook の活用法なんですけども、Facebook をこうやってあると思います。広告まあ、こんな感じで Facebook ってあると思いますね。ここに友達とか、とかメッセージとか、他のボタンがあると思います。で、Facebook を、まあ、じゃあどうやってビジネスに使っていけばいいのかっていうお話ですけども、さっき言いましたね、その集客、教育、セールスの流れをやるとすると、集客が友達って言いましたね。集客が友達の数、友達申請のSEO送信またこれ集客っていうのは友達を申請していくこと、あとはメッセージですね、送信していく、送信していく方です。この2つでやることがあります、 Facebook に関しては。集客、なんかフォローとかもあるんですけども、ちょっと現状フォローの効果は僕まだ体感してないので、ちょっとフォローは割愛しますけども、まあ、友達とメッセージ送信ができます。これが集客ですね。さっきも言いましたけど、メッセージ送信、これが、まあ、どういうふうにやるかっていうと、まあ、友達をまあ申請していく、で、あとはメッセージだけを送信していくっていうのをちょっと2つに分けてほしくてですね、 Facebook の場合ポイント制があります。なので、例えばですね、100ポイントあったとしたら、メッセージが一番確か消費が激しいのかな。メッセージが15ポイントマイナス、友達申請が10ポイントマイナス、確かこんな感じだったと思います。で、この100ポイントっていうのは人によって様々で、友達の数、いいねの数、シェアの数っていうふうにいろいろと左右されてポイントができています。
なのでこれは実際 Facebook で一概に言えなくて、どれぐらいできるのかっていうのは、そのアカウントによります。ただまあ平均でね、あの私の、経験上でお話ししますけども、まあ、大体20人ずつぐらいは1日でできるかなという感じですね。で、友達とメッセージ送信の違いなんですけど、友達申請、例えば友達一覧みたいなのってこんな感じになってると思うんですよ。なんかこうね、知り合いかもみたいなとこポチッと押したりとか、あとはいいね、いいねをなんか300人とかってこういうふうに誰かのねフィードに写真があって、今こんな感じになってると思うんですけど、こうこうここにカーソルを合わせるとこうやってバーッとできて、そこをクリックするとこうやってバーッと人が出てきます。で、人が出てきたところに対してメッセージと友達申請をしていきます。で、なぜこれ分けてほしいかっていうと、なんていうんですか、メッセージ、友達申請は要はポイントが減るのが少ないで、メッセージはポイントがするのが大きい。でもメッセージの方が強力ですよね。メッセージも送られてきたら、あのわざわざ丁寧にありがとうございますって結構返ってくるぐらいなんで、まあとりあえずね、なんかポチポチする人多いですけども、ちゃんと親切に丁寧にメッセージを送ってくれる人って今あんまりいなくて、意外と効果が高いんです。効果が高いけどマイナスポイントが大きいで、友達は効果が少ないけどマイナスポイントが少ないっていう感じなので、ここのうまいこと割合を、あの自分のアカウントでの割合を見つけ出してほしいですね。なんで単純に言うと、この2人、ここに今ここ4人いるじゃないですか。この4人に対して、この2人だけに対してはメッセージだけ、メッセージだけ、例えば、ないないと申します、よかったら友達申請だったら、現在友達を募集しておりますので、友達申請してもよろしいですかというようなメッセージを送ります。でこの時は友達ボタンを押さないです。これダブルでやっちゃうと1人に25ポイント使っちゃうことになっちゃうんで、だからメッセージ送信だけの人と友達申請だけの人を分けてください。友達だけ、これはポチポチだけとかですね、ポチのみポチポチのみです。こっちはポチのみの人と丁寧に送る人を分ける、分けるとできる数の絶対数が増えます。そうすると、友達が増える、速度が速くなるっていうイメージですね。まあ、これは本当にあのお伝えしましたけど、アカウントによってちょっと違うので、自分のアカウントがどれぐらいまでいけるのかっていうのを試してほしいです。なんかね、調子乗って30、30やって止まる人もいると思いますし私であれば今友達5000人ぐらいいるんで、40、40ぐらいしても止まらないです。それはね、わからないですよ、基準がでもまあ友達が多くていいねがあればあるほど、やっぱりポイントが、このポイント自体が多いので、そもそものだから消費できるあの項目が多くなりますよね。なんかシェアが一番すごいみたいですね、ポイントが。シェアされると結構すごいことじゃないですか、はい、シェアされるとなんか一気に30ポイント増えるとか、そういうのがあります。だからもうやらせる友達同士でもみんなでシェアするそういうポイント集めればいい。それいいですね。それもなんか当たり障りのないやつをシェアするみたいな
それいいですか。隠すタイムラインで。タイムラインで表示しないっていうできるので、削除もできますし。質問してもいいですか。はい、もしなんかそのロックかかっちゃった場合って何日ぐらいで復活するんですかね。1日とかで。ひどい時は1ヶ月とか。そうなんですか。どれぐらいでやればいいのかなっていうのが全然やっぱ探り探りになってくると思うんで、はい、なんで安排は10人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 っていうのは1日ですよ。もしメッセージとか送って帰ってきていいですよって言われた時はその時はもう友達申請またこっちから送ってっていう感じになるんですか。そういう形ですね。そっちの人の方がやっぱ濃いです。ただ例としてはそんなにまだ1000人未満なんだけどメッセージ送信はしないで友達申請だけ40人とかしてきてる方もいます。あ、40とか100とかね、やっても止まらない人もいるんで、うん、そこはね本当に、うん、その最終的ななんていうんですか、そのさっきも言ったけど集客教育セールスですよね。このコンバージョン率を測ってほしいわけです。結局要は結果が出ないと意味ないんで、うん、ここを逆算してます。例えば、今月は友達20メッセージ送信20でやったけど、うん、帰りが少なくて結局ここが、まあ、例えば20人だったとしたら、次の月はちょっとこうバランス変えてみたら40人だったとか、うん、そしたらそっちの方がいいわけじゃないですか。こっちから逆算してほしいですね、どっちかっていうと。いや月単位で、まあ、1週間単位で区切ってもいいですけど、そういうふうに、まあ、よく、ね、PDCA サイクルみたいなのがありますけども、うん、仮説なんだっけ、仮説を立ててで実践してみてで結果を見て改善する、うん、もうどんなことでも同じですけども、これでもこれも同じです。だから仮説を立てて、まあ、これぐらいだったらこれぐらいあってこれぐらい制約でもこうしたらどうだろう、これをやってみてその結果を見て違うと思ったらまたそれやって、うん、でここの母数のね割合とかも変えてやってみて、どれぐらい制約するのか、それであんまりいまいちだったら手法を変えなければいけないし、いい投稿を変えなければいけないかもしれません、はい。まあ、そんな感じですね。ここについてはご質問他にある方いらっしゃいますか。他にないですか。はい、ごめんなさい、メッセージを送るときに、はい、結構こういう人にはメッセージ、やっぱ自分と共感する部分が多い人が選んでもちろんメッセージとかもお送りしてるんですか。はい、あ、僕に関しては、属性がいそうなところにやります。あ、うん、さっきなんかその自分の、まあ、ちょっと今改めてまた言いますけども、例えば Facebook であれば、例えば僕であれば独立企業、まあ、したい人を集めたりっていう、まあ、ゴールがありますよね。そしたら、まあ、すでにこういう人たちを集めている人のところを狙うのが一番です。ですから、まあ、独立企業をしたい人たちに向けて何かを発信している人がすでに見当たらなければ、例えばその名言とかよく言っているような、まあ、孫さんとかですね、サクセスとマセラさんはこの人が投稿してつぶやきってちょっといいことじゃないですか。なんかいいこと言うなみたいなで、ここにいいねしてる人は意識ちょっと若干高いわけですよ。いいこと聞いてるわけですから、いや僕も起業したいなとかこういうふうになりたいなみたいな思ってる人がフォローしたりとかいいねしてるわけですね。なんでこの人たちを狙うわけです。これですかね。なので、
これを狙うときは一旦検索して相馬さんを探しますよね、うん、でここにこう投稿とかしてるわけですよね。そしたらここの画面がこれなわけじゃないですか。これ相馬さんだし、こうやってネットキーラーとしたらこれしたらこれ女性みんなみたいなね。確かあの人、うん、あれかあのロボットの人だったかな。確かね、あのソフトバンクのロボットいるじゃないですか。あのなんか、ね、最近喋る人工知能のペッパー君で、ペッパー君、ペッパー君と一緒にいます。まあこれは余談ですから、ね。まあこれでね、ここ投稿を見ていただければ、そうペッパー君がいます。で、ここのここ見ていただければ、ここのね投稿のところが、こうやって文章を書いてあって、まあいいね。でここにコメントがありますよね。でこのいいねっていうところをこうマウスをこうやって当てるとこうここに吹き出しで友達が一覧がふわーって出てきます。これがこれです。この詳細がこれですね。で、この人たちに対してメッセージを送っていくと。で、この人たちっていうのはこの人たちですよね。ちょっと意識が高い独立っていうか若干興味あるかなっていうところ、こういう感じですね、ターゲット探し方。まあ孫正義じゃなくても他にもいろいろいいと思います。いろいろこうFacebook サーフィンしてるといろんな人いると思います。やったらいいのが多い人とか、うん、先ほどちょっとねカクカク皆さん、ね、投稿の内容とかねブラッシュアップさせていただきましたけども、その投稿に合った似てる人を探して、似てる人で影響力が強そうな人を探して、この人たちのこういいねしてる人たちをさらっていくというようなイメージですね。あ、質問いいですか。はい、そのメッセージを送る方と、はい、もう一度その申請だけする人の違いというか、そういう振り分けのポイントであったり、何かあるんですか。できればメッセージ送信は濃い人がいいですね。ちゃんと話したいなっていう人って、はい、ね、結構なんか回数重ねると分かるんですけど、例えばこの最終的なセールスにつながりそうな人ってパッと見で分かるようになってくるんですよ。タイムラインの投稿の仕方とか、あとFacebook ってすごいのが誕生日とか見れるし、はい、趣味とかも全部見れるじゃないです か、うん、だから個人情報が満載なんですよ。なんでこれちゃんと頑張ってやれば来そうだなっていう人はもうすぐ分かるようになってきます。今回のカフェ会であればある程度アクティブで、いろんな人と交流をしていて、カフェとかに行く人はその人 もう投稿してます。ここになんか誰かとお茶しましたとか、そういう人ってもうすでにアクティブに知らない人と交流するように慣れてる人ですから、うん、その人に直接メッセージすると絶対帰ってくるし、誘えば来ます、うん、そこはですね意外とそのままですそのまま普通に見て送るって見込みっぽい人を送る。そこでなんかいそうなところっていうところが僕もちょっとポイントだと思うんですけど、はい、いそうなところを発見する工夫とか何かあったり。探し方ですね、はい、効率よく、はい、こういう人を探すやり方は、ここに今 Facebook とか見てほしいんですけど、ここに Facebook 検索ってありますよね。ここに、はい、Facebook 検索するところ、はい、ありましたね、ちょっと今見てほしいんですけど。そうですね、一番上の方に、はい、一番上の方に、はい、これで検索するとある程度出てきます、うん、検索、友達、スポット等を検索、ここで、まあ、カフェって入れてもらえたら、まあ、カフェのね、なんかいろいろカフェコミュニティとかあると思うんですけど、はいはい、出てますね。
朝カフェの会、そうそうそう、カフェ、はい、カフェの会とかですね、はい、そこに行くとそこに人がいますよね、はい、その人を狙う、うん、あいろいろやりようがあるんですよ。そこにいいねをしてる人を狙ったり、そこの管理人を狙ったり、なんか記事投稿してる人を狙ったりとか。すごい。いる、ある、結構いっぱいあるんで、そこから探っていく。で、Facebook ページとかだと、友達一覧が出ないんで、ちょっと難しい部分はあるんですけど、まあ、そのいいねしてる人から、こう巡り巡っていくと当たります。誰か影響力ある人にそのうち当たりますので、その人集中狙い、うん、である程度その人のやつ使っもう消耗したら、はい、また次探して、でその消耗して返信来たりするじゃないですか。返信来てメッセージを、ね、やり取りしたりとかして親密になった人の中で影響力強い人いたら、そこの人、うん、その影響力強い人にバッと飛んで、その人のいいねしてる人とかってこうどん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 走るみたいな、繋がってるみたいな、はい、走りをしていくみたいな。まあこれはミクシーでもアメブロでもツイッターでも全部同じです。もうね、大体コミュニティとかってある、フェイス、ツイッターはないですね。コミュニティはないですけども、他の SNS 大体コミュニティありますんで。もうその集まっているところに行くのが一番早い。そもそももう興味あるんでね、はい、でネタ切れたら、どんどん派生していって繋がっていくというような感じですね、はい、ここまででまだ質問ある方いらっしゃいますか。はい、ではですね、次教育の方ですね。例えばこれで、40人、これで40人ですね。で40人の中で、じゃあ実際にメッセージをやり取りできる人とか、友達になってくれる人はちょっと増えるかもしれないですけど、直接メッセージをやり取りしてくれる人がまあ5人から10人ぐらい。これは、私の経験上ですけども、まあ、5人から10人ぐらい、これ1日ですね、全部。でも1日の話です。で、メッセージをするわけですね。で、そのメッセージっていうのは、この教育っていうところに入ってきます。メッセージのやり取り。あとは、ここの、ね、教育っていうところで、投稿ですね。ここで投稿が関わってきます。タイムライン。はい。もう一つが関わってきますね。教育。で、このメッセージのやり取りと、投稿、メッセージのやり取りするだけでも、もちろん、教育できるんですが、投稿を必ず 見に来ます。ほぼで見に来ます。で、なんか Facebook で友達になってくれませんかってメッセージ来たら、こいつどんな人なんだろうってクリックしません？で、投稿を見るんですよ、タイムラインを。で、その時に見られるのはこのタイムラインです。じゃあどういう風にタイムラインを投稿していくかっていうところで、初めて、まあ、ブランディングとかっていうような言葉が出てくるというような感じですね。で、パッと見どういう人だと思われたいのかっていうところがここで重要になってきます。で、もちろん Facebook で、ね、プロフィール入れるところもありますので、ここもできれば充実してほしいところです。で、通常の、まあ、Facebookのビジネスの仕方みたいなセミナーとかっていうのは、とりあえず友達増やして、まずいいね増やして、とりあえずやりましょうっていうようなことで、なんかとりあえずブランディングしましょうみたいな感じですけども、まあ、今回お話しするのはこういうね、地味な作業をやりつつ、
そのキャッシュを生みつつブランディングもして最終的に拡散できるようになるっていうようなお話の一石三鳥ぐらいなので、うん、それをですね意識しながらやってほしいんですけども、じゃあこの投稿をどうすればいいのかっていうところ、さっきね参加していただいた方は大体もう決まりましたので、今回新しく2名の方いらっしゃいますんで、そういう方はねちょっとこう現状ブラッシュアップをしてほしいですね。で投稿の内容としては、まあ、結構カフェ会に集客するわけですから、カフェ会の投稿、今その毎回カフェ会を開いて、お客さん来るわけじゃないですか。でお客さん来たらそのお客さんと一緒にカフェしてますみたいな写真を撮って、で、投稿すると。でこういう常にこの人なんかカフェ会やってんなみたいな、カフェ何やってんだろうみたいな感じで見に来た時にこうカフェ会やってる風景があったらもう分かりやすいですよね。で、あとプラスアルファで大体2つぐらいに絞ってほしいんですけども、投稿内容ですね。あとは、自分の趣味とかよくやること、普段自分の強みっていう部分ですね、まあ、USP とよく言われますけども、その部分で高望みしてもいけないので、普段できること投稿しやすい、だいたい2日か3日に1回ぐらいは投稿してほしいので、そのぐらいの頻度でできる範囲の趣味とか、まあカフェ巡りを趣味にしてもいいですから、先ほどねあんまりいないっていう方いらっしゃると思いますので、ね、そこをですねちょっと作っていきたいなと、私お二人とりあえず、ね、他の人は今さっきできましたので作っていきたいなと思います。じゃあまず初めの今3つぐらいとりあえず箇条書きで書いてみてもらっていいですか。3つぐらい普段投稿できるテーマみたいな感じですか。テーマです。テーマ僕でしたら例えばセミナーの風景、ビール飲んでる風景、セミナーの風景、ビール、セミナー、ビールって感じですよ。やばい、楽しい。なんか2つぐらいなんですよ、僕は。なんかこの人はいつもこの人はこれだなみたいなのをできれば作ってほしいです、うん、だから1個はまあビジネスのカフェ会って決まってるので、もう1個、バリエーションとして、作ってほしいですね。でまあないっていう方はまあカフェ、一人カフェでいいです。もう全部カフェ、投稿も全部カフェみたいな。どんだけこの人カフェ好きなんだろう。実際カフェに行って写真撮ったりしてやるわけですよね。はい、実際行動するわけですよ。はい、2、3日に一度は自分で一人でカフェに行って、そうです。カフェに行きます。そうですよね。今日決まった方の中の例で言うと、さよね、バンドやってるということで、はい、音楽関係ですよね。はい、でいろいろ話し合ってたら。最初はバンドをやりたい人たちを募るっていう話でしたけども、まあ、ブラッシュアップして、まあ、ギター習いたい人みたいな人が狙っていけばいいんじゃないかっていう話で、だからそのノリとしては、カフェ会でギターの練習してる姿とかのいうのをこうカフェ会ギターカフェ会ギターみたいな感じでやっていけばいいんじゃないかなという話になりました。まあ、そういうことですね。で結局はこの教育ですよ。教育したいからやるわけです。これブランディングイコール教育ですから、教育のためにやっていくことです。まあ食べ歩きでもいいです。先ほどね帰っちゃった方、食べ歩きをよくする方だったので、まあ僕とどっちかというと似てる感じですよね。ビジネス食べ歩き、ビジネス食べ歩きみたいな感じ。そうですね、今ちょっと上げたものを見てるんですけど、はい、まあ、趣味でつながっていきたいと思ってるんで、はい、あとふとした感じたことだったり、ゲーム、ボードゲーム好きなのでボードゲームあげたりとか。ボードゲーム、はい、例えばどういうボードゲーム。アナログゲームです。
ですか。ああ別にここ人生ゲームとか。あ人生ゲームもそうですし、モノポリとか。そうですね。あとなんかトランプゲーム、あのカードの形でもなんか今ボードゲームって全部アナログのことを言うんですけど。あそうなんですね。そんなことをあげたりとか、あといい言葉を知ったらあげたりとか、世界の不思議を探求したいなって感じであげてる感じで。写真をメインにしてください。写真メインですね。写真メイン、はい、写真が撮れるかどうかっていうところ。うーんなるほど。でその写真でいいねって なるかどうかっていう。うん、なるほど。写真メインです。写真、まあ、これからやっていきたいでもいいですよね、うん、なんかカフェだったら結構別に、ね、1回2、300円ですから、2、3日に1回2、300円できたら高いカフェとかの方がいいですね。おしゃれで高級な方がいいです。いいですね。大島さんのビールの写真って絶対こうじゃないですか。はい、口つけてる写真なんですよ、場合でも。ああいうのもやっぱり、ね、特徴というか、はい、崩されることで。そうですね、まあ、僕は結構自然にそうなっちゃったんで、もうよく読みに行く。読みに行くっていうか、まあ、あれ分かった、絶対いいんでしょ。うん、このシリーズ。また飲んでるね。またこのシリーズ。今日に行くか、今日魚買って。料理に対してじゃなくて、これに対していいんでしょ。写真ね、重視なとこありますから。こいつまたなんか食べてるみたいな。いいね、押しやすくなりますよね。同じことをしてくれてると。このシリーズ、シリーズ感。そうですね。毎回なんかお肉っていうよりも、なんかこのシリーズで、もう押さないといけない。サポッターみたいな。そういうのはいいです。まあでも、基本いいねされやすいのの王道としては、よく挙げられるのがペット、うん、食事、子供ですかね、うん、その辺は割といいねされやすいと言われています、うん、まあ、ブログとかでもそうですけど。何個上がりましたね。じゃあ写真撮るとあれする行動しないといけないので。そう、まあ、カフェ巡り以前から好きだってしたので、そこは載せられますね、はい。じゃあカフェ巡りにしましょうか。2、3日ちょっと難しいんですけど、私は埼玉で結構田舎であるので、まあ、都内の方まで行って、うん、あのカフェ巡りするっていうのはいいと思うんですよ。なので休みの日、まあ、週1とかになるのかなと思います。それだとちょっと弱いっすね。なんか他に頻繁にやるものとかあります？頻繁ですか。ないですよね、インパクトの写真とか、はい、2、3日載せられるような内容って私ちょっと思いつかないんですよ。あ全然。なるほど。なんかあるかな。あ、そういうの全然です。僕も取りだめしてます、常に。あだから時系列は結構バラバラです。いいですね。本当ですね、はい、取りだめ。ネタ集めですね。ネタ集め。だから一日に例えば、ね、高級なランチしちゃって夜も高級な焼肉やったとしたら、それ2回に分けれるんで、うん、1日でやっちゃもったいないから2つに分けて別々に時系列して、うん、次の週あげようみたいな。そうです。ただあの半袖と長袖みたいになっちゃうとか、それは季節感を守っています。危ないですね。今夏のね服装の投稿したらおかしいですから。友達とかだったらランチ、ね、もちょっとランチしないって言って交換しよう。時系列はバラバラでもない。本当に僕もたまに言われますけど、じゃ僕地元の友達とかも入ってるんで、なんか例えば焼肉食べ、この前そうだったんですけど、焼肉を食べに行く約束してたんですよ。6日に焼肉食べに行く約束してて、5日に2日焼肉を食べた投稿を5日にしたんですよ、うん、そしたらまあ焼肉二連続だけど大丈夫かみたいな。優しい。そう、優しいことをしてくれた人もいるんですけど、これ時系列違うから大丈夫だよって言ってます。そういう感じです。いや別に
今日はって別に書かなくてもいい話なんで、うんはい、そうですね。取りだめはだから、まあ、取りだめでできそうであればいいです。だから、ね、例えば週1で都内に行ってカフェ4軒ぐらい3、4軒、3軒ぐらい回って取りだめて、週に、あ、2日に1回投稿するとか。あとは例えばあの主催をしてる方って、例えば鈴木さんだったら東京なんです、はい、東京駅に朝から晩までずっといるんですね。ああ、なるほど。東京駅、例えば時間が空いた時とかに東京駅をこう散策して、それいいよ、なんか新しいお店出たみたいな、お店シリーズみたいな。ああ、お店シリーズいいかもしれないですね。東京駅周辺のなんかここ面白そう店リストみたいな。東京駅とかだったら並んでるところとか撮ったり。そうですね、ランチとかのお店とかあるので、今日ここに行きますよっていう投稿グルメにしてもいいかもしれないです。ああ。例えば行列の一番最後に並んで行ってないのに。並んじゃいましたっていう。まあそれはでもいくらでも言い方はできます。やばい。今日も東京駅にいます。今日も東京駅でビジネスしてました。で、何も言ったとか何も言ってないけど、あの六輪車の写真とかね。今日も大行列。今日も大行列みたいな、言ったようにやってもいいかもしれない。そうですね、はい。行きましたって書かなければいいだけの話なので、大変なく違う話で載せるみたいな。はい。写真はだから本当いろんなシーンで撮る癖をつけてほしいですね。僕もほぼ毎日ブログとか書いてますけども、そうするともう写真とかのネタがないんですよ。だからもう前に撮った写真のアルバムとかもめっちゃ探してますもん。疲れないかな、なんか疲れないかなみたいな。毎日になると結構そこまで頑張らないといけないですけど、まあ2、3日1回だったら週に1回頑張れば、頑張って撮りためすればいいかなとは思うんです。はい。が続くかどうかっていう部分がすごい僕は心配なので、できれば短いすぐにできる感じがいいですね。なんか例えばコンビニとかでアイスとか毎日買ってる時って、なんかアイスと自分を一緒に写してなんかそれを取りためとかみたいなのもありますけど、ちょっと安っぽさ出ちゃいますね。そうですね、なんかあの前ブログ出てきていただいた方はちょっとね、あの認識してると思いますけども、稼げているイコール信頼なんですよ。ここになるべく近づけてほしいです。まあ実際ね、稼げていなくてもいいんですけど、いた方が、稼げている方が信頼度上がるじゃないですか。稼げているイコールが、繁盛してるってことなんですよね、うん、繁盛ちょっとわからないんであれですけど、繁盛しているわけですよね、稼げているってことは。なのでここはイコールなんですよ、どうしたって、うん、だから嘘はついてはいけないですけども、なるべくハイブランドにした方がいいです、うん、なんで僕も居酒屋とかも普通のね、汚い居酒屋とか行きますけど、それ載せないんです。あ、なるほど。大体今、大体2、3万円のレストラン行った時とかの写真しか載せてないですけど、逆にそれが、なんかアイスが好きな人の中だったらもうヒットってことですね。そうですね。そうですね。はい。なんで、コンビニはちょっといまいちなんで、いろんなアイス屋さん行くとか、東京駅のなんかジェラート屋さんとか、うん、そういうことになりますかね。うん、なんかそのだってコンビニでアイス買った情報いらなくないですか。そうです、ね、自分でもすぐできますから。確かに見なきゃよかったぐらい。そうやっぱそのみんな自分ができないことをやってる人を見たいわけですから、うん、確かに、うん、芸能人とかのねブログとか見るとそうですけど、
今日はこの人たち共演しましたとか言って芸能人がブワーっていっぱいいるといいなと思って、ね、ちょっと見るじゃないですか、うん、よく海外行ってる人だったら海外の風景とか写真とか、ね、載せてたらいいな、海外いっぱい行けてみたいな感じで見るわけですよね、ムカつくけどムカつくけど見るわけですよ。自分が体験したことないしことに対してはみんな興味があるので、なるべくそこに近づけてほしいですね。でこれは、難しいっていうか、まあちょっと仰々しいですけど、これが現実っていうところです。繁盛してる感が出てるので信頼につながる。でこれはね、リアルセールスも同じですから、 SNS も同じです。リアルセールスでもボロボロの服を着ていてセールスされる日パターンと、きちんねスーツを着て、人がセールスするパターンだと全然やっぱりね、あの買うか買わないか全然違ってくると思います、うん、同じことです、うん、それをネット上でうまく見せるにはどうしたらいいのかっていうのを今考えている話ですから、うん、とかと自分を整えるセールスした時にきっちりしてた方がいいからきっちりさす、うん、っていうのが、まあこれ今話したことですね、全部。なんでなるべくハイブランドにしてください、頑張って。ただあんまり頻度が低いと投稿できなくなっちゃうんで、自分ができる範囲のなるべくハイブランドでやってほしいですね。だからコンビニのアイスを毎日あげてくるとね、あんまりハイブランドにならないお料理できるってなっちゃうんで、なるべく。ただカフェ会の投稿どうしても思いつかなかったら、カフェ会1日に多分何件かやる人いると思うんで、カフェ会1日に3件やったらそれを小出しにしていってもいいと思います、1週間で、うん、もうそれをね、こっちなしでもしょうがないでもその人らしさっていうのがね、やっぱ出た方がいいんで、どうしても趣味とかとか、お店とか、どうですか現状、どういうふうにしていくのか今ちょっと決めたいです。カフェ巡り、はい、と、あと、としては食に関する健康については知識はあるんですけど、あまりお店とかには行かないので、ちょっとどうしようかなと思ってます。食、はい、ですか。そうですね。仕事何されてるんでしたっけ。仕事も技術系。あ、技術系、はい、技術系って例えばどっち系ですか。エンジニア系ですか。エンジニアです。プログラマー、プログラマーとかじゃないですか。エンジニアですか。はい。あ、パソコンの基礎知識的なことでもいいですけど、ハイブランドになりますまあでもなんか基礎情報、なんかあんまパソコンできない人だったらためになるかなと思います。でも それで写真を載せてっていう感じじゃない。そうですね、その場合だともう写真をもうなんかパソコンの画面を写す写真あとなんか引っ張ってきたりとか。ただそのむしろ自己啓発書を読む方が好きなので、うん、まああのまあいい人の名言だったりとか、それなんか今日こういう本読みましたみたいな紹介。あ、それいいんじゃないですか。本をしてて、うん、あ、それいいじゃないですか。はい、読んだ感想を、本のアウトプット。そうですね、はい。カフェ会と本。はい。なんかよくでもないいなって思う人の見ると、自分とか写ってて、まあ、大島さんの前そのビール飲まれてるとか、なんか美味しいの食べてるとかやつとか自分が写ってるの見て、あ、これインパクトだなと思って、そっちの方がいいねはしてもらえるのかなと思うんです、はい、でもカフェ会の方で自分の顔を出せばいいんじゃないですか。そうですね、はい、カフェ会でやって、まあ、2つテーマあるとして、片っぽはちゃんと自分写して、あのまだと良さげな感じ。そうですねカフェ会で、まあ、こうやってイエーイみたいな、はい、さっきもちょっと今ここで言ったか分かんないですけど、毎回カフェカを開いたら、みんなで写真撮るって決まってるんでってみんなに言っちゃっても、はい、で毎回もう撮っちゃう写真、その時に自分の顔を出して、まあ、店員さんに
頼むのが一番いいです。まあ、カフェの店員さんぐらいだったら気軽にね、あの撮ってくれると思いますんで、あ、はい、写真は。ちょっと集合写真撮ってもらっていいですか、5枚みたいな。お前から10枚お前から10枚撮ってもらってください。あ、ちょっとさっきね、今言い忘れちゃいましたけど、写真は5枚から10枚ぐらい撮ってください。1回につき、まあ、2、3枚でもいいですけど、写真写りってかなり変わってきてしまいますので、全員ね、大勢撮れば撮るほど、まあ普通だと思いますけど、大勢撮れば撮るほどいろんな人の表情が変わってしまうので、何回も撮って、その中から一番いいのを厳選してアップすると、もう重要ですからね、この投稿は教育のところですから、写真をきれいにするっていうのは非常に重要です。あとプロフィール写真もね、できれば何回も撮って一番いいのをやってほしいですね。ちなみに僕のプロフィール写真は、100から200枚ぐらい撮ったのが一つです。同じアングルでこれぐらいこうやって動かしてこうやって角度こうやってこうやってやってで、その中の1枚です。それぐらい写真って結構いいの撮れないんですよ、なかなか。慣れてても撮れない。これですね、これちょうど後ろに東京タワーが映ってて、オフィスで撮ってるんですけど、下の前なんていうのですか、見る両辺です、はい、これは200枚ぐらい撮ってその中の一つ、お気に入りです。これ一回頑張って撮るともうずっと使えるんで、リベンジです。カバー写真もだからカフェ会の人たちなんで、まあ、そのいっぱいカフェ会の人たちの集合写真撮った中の一つとかにしたらすごいいいと思います。集合写真ですかね、うん、なんかこうやるのはダメなんですか。いいですよ、全然いいです、うん、はい、全然いいです、うん、ただこれからね、食事してるところとか撮ると思うので、うん、もう撮っていってほしいので、まあ、とりあえず何でも撮る癖をつけてほしいので、いろんな場面があるんですね。なんかレストランとか、あとは、焼肉屋さんとか、まあ、いろいろあると思いますけど、店員に頼むのがナチュラルにできるようになってほしいってことです、うん、要はあの恥ずかしがらずに撮ってもらうっていう、免疫をつけてほしいっていう意味でも僕はそういうことしてます。です、ね、他人に撮ってもらうっていう慣れ意外と心よく受けますよ、店員は、うん、そうですよね、うん、結構めんどくせえって思う人なかなかいないんで、あと店員さんですからね、お金もらって働いてる、うん、その辺のストリートの人に、ね、撮ってもらうのちょっと難しいかもしれないですけど、店員さんだとね、それも仕事の一環ということでやってくれるから大丈夫です、はい、そんな感じですね、まあ、カバー写真もカフェ会での様子でいいと思います。で、まあ、集合写真とか、まあ、顔が写っちゃってて他の人の写っちゃって使えないっていう場合はネットから拾ってきちゃったものでも全然いいと思います。カフェ会写真素材フリーとかで検索すると無料で使えるスタイルとかいっぱいありますんで、いくらでも。で、投稿 の、 あの文字、あの文章に関してですけども、こっちは自由でいいです。こっちの趣味の方は。ある程度自由です。ただ、なるべく、いいね、押されやすい文章と写真を使うっていう部分で、でカフェ会の方の、毎回カフェ会の方の部分の文章は、最終的にカフェ会をやってよかったですっていう終わり方にしてください。カフェ会をやってよかったとか、要はですね、ターゲットは、一般の人で、
ターゲットは一般の人で、まあ、カフェが好きとか、あとは、副業したいとか。こんな感じの人ですよね。なんで、この人たちが、行ってみたいなと思う記事ですから。みたい、という記事、楽しそう、まあ行ってみたいに直結しますけども、楽しそうな写真だったり、まあリア充的なね感じの写真を載せてほしいわけですね。ターゲットは一般的な方ですよね。まあもうちょっと詳細にイメージするとしたら、毎日毎日、出勤してサラリーマンで、毎日朝7時に満員電車に揺られ、上司に何か言われ、社長もなんか面倒くさい感じで、で1日12時間ぐらい 10時間ぐらい働いて、残業代ももらえず、ね、ちょっと延長してもお金が給料が増えずで、帰ってきたらテレビを見てちょっと缶ビール1本飲んで寝る。それが毎日毎日繰り返されていて、俺このまま人生このままでいいのかな、なんかいいのないかなって思ってる人です。イメージはね、イメージはそういう人です。なんで、まあ、一番下っていうか、一番ね、まあ、なんですか、まあ、底辺って言ったらあれですけども、そういう人っていうのは、なんかこう楽しさを求めてるわけですよね。若々感とか人生に対してのもう少しもうちょっと楽しくしたいとかね。僕もアルバイトの時そうでしたから、18から20歳ぐらいの時は、まあ、一番以上同じことを繰り返しで、ほんまね人生終わるのかって、ね、真剣になる時はありましたけども、まあ、そういう人が要はターゲットなわけですね、うん、そういう人たちに、カフェ会に来たら人脈も増えるし、楽しいことが起こるし、また人生違う方向に向かいますよっていう提案をしたいわけですから、うん、そういう人たちに向けての文章ですよね。なので、行ってみたい、楽しそう、なんか人生変わりたいとかね、うん、人脈増やしたいとか、そういう人なわけです。だからこういうワードが入れられるように文章を書くと、あ、違う、こういうふうに思ってもらえるような文章を書く。なのでゴールは、何々してよかった、カフェ会に参加してよかった、参加してよかった、よかった、楽しい、それはなぜかというと楽しいからだし、人脈もできるし、今までなかった価値観も得れるとかね、そういうのを投稿してほしいですね。そうすると、あ、なんか参加すれば僕もそういう風になれるかなって思ってもらえるので、そういうのをゴールで文章を書きます。例えば、まあ、こうやってね、みんなでイエーイみたいな、例えばカフェ会終わった後に写真撮るじゃないですか。でその写真と一緒に、今日はカフェ会のカフェ会主催の日でした、こういう人を、例えば、保険の営業の人がいて、飲食店の人がいて、アルバイトの人がいて、普通のサラリーマンの人もいて、こういう人たちといろんな話ができました。で、一番盛り上がった話題は、例えば食べ歩きの話でしたと。僕も食べ歩きよくしますけども、またね全然違う食べ歩きのお店とか教えてもらったんで、すごい良かったです。で、このねこのカフェ会自体が、今後ねビジネスとして、なっていくので、人脈も増えてし、いい話もできたし、これがねビジネスとして、できるとなるとこれから楽しみですみたいな感じで書くと、なんか良さそうだなみたいな感じですよね。そう、なさく投稿してほしいっていうことですね、はい、ということで、一部ではちょっとやりませんけども、今ちょっとね簡単な文章を作ってほしいなと。まあ、パソコン持ってない方はスマホとかで、スマホのメモとかで作ってみてください。ですね、今みたいな文章、まあ、カフェ会もや
って全員カフェクラやったことあるか、主催はしたことある方ですよね。1回はやったことありますね、はい、その時の、写真を撮った前提で文章を書いてみてください。で次文章と撮っといて、次カフェ会したらその文章とその写真を合わせてこう投稿するっていうイメージで書いてみてください。はい、じゃあこれはですね短くていいので、だいたい5分、7分ぐらい。でボリュームで言うとどれぐらいがこういいというか、やっぱツイッターにさっきコピペの話もおっしゃってたんで、はい、まあ150文字そうですね前後ぐらいの記事っていう感じですか。まあ、もし、ね、長くなっちゃっても全然いいですから、あの Facebook は長くても全然大丈夫なので、で Twitter に投稿するときは、省略すればいいので、その辺はそこまで考えずに書けるだけ書いておくと大丈夫。ありがとうございます。投稿の、ね、メッセージタイム今終わりましたので、そのまま、今日のセミナーも同じように、今日のセミナーも今書いちゃってください。でちょっとね、このツイッターもやりますけども、ツイッターもちょっと整ったら、ちょっと今試しに投稿してみてほしいなと思います。で今佐伯さんから写真が行きますので、今日撮った時行ってる方もいらっしゃいます。で、セミナーとかの参加した感じにの文章としては、まあカフェ会なので、カフェ会こちらね、これまた別のセミナーってなるとちょっとぶれちゃうので、カフェ会のセミナー、カフェ会のこれなんて言いましょうかね、カフェ会の集客勉強会とか。そうですね、そのでうん、カフェ会の集客勉強会でいいですか。カフェ会の集客勉強会、カフェ会主催者の勉強会に参加してきましたですね。それもまた5分ぐらいで、書いてみてください。まあ、これも同じですね、流れとしては同じなのでそんなにあれだと思うんですが、あれというのは例で言うと、まあ、今日はカフェ破壊主催の人のための勉強会に行ってきました、まあ、セミナーの内容は、まあ、ざっくりこんな感じで、今までこういう使い方を学んだことはあんまなかったのですごい勉強になりました、これから、普段やっている主催しているカフェ会に多くの人が参加してくれたら、嬉しいなと思いましたみたいな、そういう感じだったんです。その後にカフェ会の主催者になると、まあ、こういう普段ではあまり勉強できないことも勉強できるので、すごいカフェ会主催やってよかったなと思いましたとか、そういうのも比べるといいかもしれないですね。まあ、全体的にカフェ会主催者になるとセミナーを受けれるメリットありますよみたいな打ち出しの方がいいですね。なんでイメージとしては、まあ、普段は趣味と普通にみんなでお茶しているところの写真だけど、お茶しているだけじゃないよと、カフェ会の活動はこういう勉強会もちゃんとあってフォローはしっかりしてるよみたいなアピールすると入りたくなるかなと思います。何回も言いますけど、ターゲットは毎日同じことの繰り返しで、セミナーも出席したことないような人ですから。で最後セールスの部分ですね。でセールスが、要はメッセージ対応をして、カフェ会に誘導するっていうのが、セールスです。メッセージからのカフェ会誘導、カフェ会に誘導するっていうのがセールスになるわけですね。まあ、これで集客教育セールスっていう流れができると。
これは、ツイッターも同じです。ツイッターもこう流れです。ツイッターもこれです。全部で、では実際に、1日どれぐらいアクセスできるのかっていうところで、Facebook はこれって言いました。40人で、この人たちを、要は、この人たちを教育して、セールスをかけるわけですね。なんで大体、惜しいところまで行くのが、まあ、1人ぐらいですかね、1日。1人も行かない可能性もあるので、0から1。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。まあ、0から1ぐらい。で、その中で、まあ、来てくれる人ってなると、まあ、0から1なんで、1日で来てくれる人は計算できません。なので、1ヶ月単位で見たら、10の1なんで、これが100になれば10になるですね。で、これ、10×30、まあ、これ10だとして、1ヶ月で3、1ヶ月300ですよね。はい、30日なんで、アクセスできる人、メッセージ、教育できる人が、教育できる人が30日で300人です。要は1日だったら5人から10人で30日、はい、で300人に、まあ、教育ができるってことですね。メッセージになりたいまで進むってことです。で、その中で、まあ、制約率500円のカフェ会、ちょっとまだね、カフェ会の人でこれちゃんとやった人がないかデータないんですけど、まあ、大体40-50はいくかなと思います。それ何の数字ですか？これは、高額商品の10倍来るんじゃないかっていう意味合いですね。例えば僕の計算上、これぐらいにアクセスすると30万の商品とか普通に2個ぐらい売れるんですよ。なんで、それの約10倍ぐらいってことですね。あ、違うか、これやりすぎか。さっきこの数字が出たのツイッターも合わせてですもんね。そうだそうだ。300で、例えば2人ぐらいだとしたら、まあそうですね、まあ感覚的に20人ぐらいはカフェ会であればできるんじゃないかなっていう、まあちょっと今データがないんでざっくりになっちゃいますけども、まあ大体20人ぐらいできると思います。あのカフェ会に呼ぶぐらいだったら、まあ、高額商品が1人2人売れるぐらいなんで、20人ぐらいはいける。すみません、その高額商品は、顧客教育はあくまでネット上でとかメッセージ上でやった場合で2人とかっていう感じですか？それともまあアポ取って直接セール、直接、あ、なるほどですね。はい、まあこんな感じです。で、ツイッターは逆にどれぐらいだったかというと、ちょっとこっちに書きますけども、ツイッターだと、あと別なんですね。違う、そもそもできる数が違いますから。ツイッターだとフォロー、これ1日ですね。これも、フォロー Twitter は常にフォローでいっぱいしてきます。で、これがだいたい1日400人できます。200人で、Facebook の場合は友達送信したり、友達ボタンを押したりして帰ってき
た人にやり取りするじゃないですか。で、ツイッターも同じで、フォローしたらフォロー返しっていうのが来ます。要は相手もフォローしてくれる。フォローし、こっちが、こっちからフォローしてますから、なんかフォロー来たな、みたいな感じで返してきます。返してきてくれた人に対してメッセージを送っていく。っていうような流れです。で、これが大体どれぐらい返ってくるかっていうと、400人に対して70人から120人ぐらい返ってきます。1日。で、この人たちに対してメッセージを送る。70から120ぐらい返してきます。この人たちにメッセージを送るとメッセージやり取りとかに至るのが、まあ大体10から20ぐらい。これは1日の話です。これ1日ですね。で、まあ、月になると、これ月ですね。で、これが月になると、30かけるんで、まあ、Facebook が多いので、200。同じだとしましょうか。じゃあ300人に共有ができます。ツイッターも要はメッセージのやり取りまでできる人が300人くらい、まあ、ツイッター実際にもうちょっと多いと思います。まあでもこれちょっと今回はね、低いパターンでやってます。低いパターンで、これで同じぐらいだとしますよね。20人月します。そしたら Facebook、Twitter で40人ぐらいは月に修復できるっていうイメージです。跳ね返りですね。で、これはまあもちろん変動しますので、これ結構低く見積もってるパターンなんで、まあ40人から60人ぐらい月500円のカフェ会だったら全然行くんじゃないかと僕は思っております。でも本当に行くと思います。カフェ会だったら余裕で。結構すごい人数ですね。はい、結構すごい人数です。で、さっきも言いましたけども、高額商品だとこれがまあ4人とかになります。要は4人半端ないです。さっきも言いましたけども、実際にこれで僕の教えてる方々は30万の商品とか4人とか5人で売ってるんで、100万以上はいってます。それぐらいは全然いけるんで、まあ逆にカフェ会に500円だったらねっていう話です。で、高額商品とかは結構そのメッセージとかで、あ、タイムラインとかに載せるっても絶対来ないですけど、カフェ会に関しては多分タイムラインの募集となっても普通に来ると思うんで、これもっと増えると思ってます僕は。そんな感じですね。ツイッターとフェイスブックなんで、でツイッターさっき投稿していただきましたね。フェイスブックのコピーででやっていただくというようなイメージですね。20分までですか。もう少し大丈夫。20分までのが壁で、はい、あとはそのぐらいの時間。はい、あ、わかりました。じゃあこれで、はい、今日はありがとうございました。はい、なんかまとめ、いつもなんか、あ、最後ちょっと質問とか。そうですね、結構時間かかると思うんですよ、フォローするのとか。はい、そうですね、やろうかなと思ったんですけど、ブログとかもですね、はい、前いいねとかをした方がいいですって話でやろうとしたんですけど、ある程度探してやろうと、主導でやろうとするとものすごい時間かかってしまいまして、うん、そのね、時間の話も本当はしたかったんですけども、はい、じゃあこれぐらいやるのに どれぐらいの時間がかかるかですよね。はい、で、前僕他のところでもこの話ずっとしてるんですけど、今計算式書く時間ないんで、やりますと、
1時間15分でできます。合わせてですか？合わせて。合わせてですか？合わせて。すごい早い合わせてできます。フェイス、ツイッターのフォロー100人とは結構大変そうじゃないですか、うん、でも実際にタイムウォッチで測ってみると100人1分でできます。えスマホでポポポポってやるだけですから。あフォロー選ばないということですか？どういう方かって。そうです。あ、後半の話ではちょっとやってなかったかもしれませんけども、誰かのいいね、ターゲット絞って、はい、その誰かにくっついてる人をやってるっていうことですか。あ、そうか。だから一覧で出るんですよ、全部。あ、そっか。その正義さんにいいねしてる人をだーってやって。そう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 。なるほど。だからどこにいるかだけさえ押さえとか。だから誰を、誰のフォロワーをフォローするか。誰の Facebook の友達を申請するかっていうのをそれで一人決めて、でも一覧からブワーってやっていく。なるほど。それでフォローが増え、Facebook、はい、自分のフォローが増えて、冒頭も言いましたけど自分のフォローも増えて、即教育をねメッセージをして即キャッシュを生みながらフォロワーの数の母数と友達の母数も将来的にどんどん伸びていく。だってもう繋がってるわけですから。でしかも1回メッセージした中なので割と濃いめに繋がっていく。なので一石二鳥というか三鳥ぐらいで、あの高額商品の内からタイムラインに載せて拡散することもその後どんどんできていくんで、3つぐらい一気にできます。で普通の、他のノウハウとかだと、まあ、とりあえず友達申請だけワーってしていきましょうとか、とりあえず母数を増やしましょうっていうのを教える人はいっぱいいるんですけども、それだとキャッシュができないからやる気にならないですよね。そう、もう果てしない道のりなんで、あの友達5000人とか、うん、よくね、50万円のコンサルト料金取ってとりあえず友達5000人にしてくださいとか言って言って終わりの人とかもいますけども、そういうのをやるともうできない。あのマインドがね、くじけるんで、 で途中で挫折して終わりなんで、まあ、これの話は地味で大変ですけど、でも言ってもね、実際やってみると10時間15分ぐらいしかかからないです。で帰ってきたメッセージ対応しての省いてます。メッセージ対応とかは省きますけども、まあ、それでもうメッセージ対応も1時間もかからないと思います。なんで、まあ、1日1時間程度で、ね、この利益に飛べるんだったらやるかなと。実際めっちゃめんどくさいですけど、やってる最中に、この、ね、これを思い描きながらやってるとなかなかくじけないかなと、うん、めんどくせえって思ってきたら、あ、でも60人ぐらい飼育できるんだよなとか思いながらやると耐えれる、うん、範囲ではあると思います。あと今日メッセージとかでも結構やり取りしてると、あの繁殖もつかめてくるし、多分ね、1、2名はカフェ会ぐらいだったらすぐ修復できると思うんで、先に取っちゃえ、取れる実感が分ければ、うん、あのやる気になると思いますんで、最初とりあえずカフェ会だったら3日4日1週間1週間これがっちりやれば絶対何人か取れるんで、1週間だけやるみたいな感じで最初ちょっと突っ走ってほしいですね。この400と40っていう感じですね、はい、実際今日はね、あのフォローしたりとかメッセージ送信してとかねしてようと思ったら結局グループ時間なくてあれでしたので、この概要と、ただその Facebook、Twitter で、直接メッセージを送っている動画含まってるんで、それとかをまあ共有しても、そんな感じで、じゃあ、Twitter、Facebook、最後ちょっと急ぎになってしまいましたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。